ベネッセコーポレーション東京ビルは東京都多摩市落合一丁目にある超高層ビルである。1994年2月に福武書店東京ビルとして竣工後の社名変更で建物名称もベネッセコーポレーション東京ビルに改められた。ベネッセコーポレーションが東京本部を置くが一部業務は近隣の多摩第2オフィス、多摩第3オフィス、 新宿三井ビルディング内の新宿オフィスで行う。1995年に第36回 b c s 賞を受賞したほか、1994年にグッドデザイン賞、日経ニューオフィス賞、日本サインデザイン協会賞奨励賞を受賞している。高さは111.96メートルで、多摩市で最も高いビルである。最上階となる21階には、 プラネタリウム、ベネッセスタードームがあり、平日は、学校や幼稚園等の団体向けに、無償で上映している。土日祝日や、夏休み等には、一般利用者も、有料で観覧可能である。ハローキティと島次郎のモニュメント2013年11月1日に、建物東側の広場は、同社の教材のキャラクターから、広場、パルテノン大通りから本ビルの前を通り、 サンリオピューロランドに至る歩行者用通路はハローキティストリートと名付けられ、広場内に島次郎とハローキティのモニュメントが設置された。ここでは両キャラクターのコラボレーションイベントなどが行われる。ありがとうございます。